YouTube の動画、あのシーズンマッチ動画上げるのめちゃくちゃ久しぶりな気がするんですけど、それには理由がありましてね、今月ねシーズンマッチめちゃくちゃガチってますその関係でね、なんかね、なんかいろんなデッキをシーズンマッチで試したくないって心も相まって、なかなかね YouTube 更新してなくて本当に申し訳なかった。なんかミラティブばっかやってましたね今月。ミラティブでの配信はずっとやってましたけど、 YouTube 全然上げなくて本当に申し訳なかったんですが、今日からねまたちょこちょこね YouTube でもあのシーズンマッチ動画上げていこうと思いますんで、よろしくお願いします。でね、おさらいなんですけど、俺今年入ってからずーっと言ってることあるよな。1月からこのねアポロンリーダーのあのデッキがね現環境最強と言っても過言ではないってずっと言ってましたが、とうとう俺の中ででもうねこれが過言であることが分かりました。現環境最強はもうねアポロンではないと思います。何が強いか、そうアポロンの後ね2月にビブサニア、5周年でビブサニアが出て、でさらにねそこにね5周年のバイセとかねウンチとかね追加されて、さらにね4月にねキンマモンとか化け物が追加されて、何が強くなったかって、そう俺がね紹介したいデッキはね今日もう決めてるんですよ。もう今ね39位、だいぶねガチってます。なんですけど今日紹介するデッキがこれだよ。天ぷらは抹茶18ってことで、まあ、ビブテンですね。ウィブテンね、本当に今隙がなくなった。この5周年バイセウンチもあるし、で、このフリンデルがいてね、デバフもちゃんと入ってて、さらにこのね、化け物キンマもがいるせいで、神タンもいけるし、普通の特殊投げでも 20% カットするのが十分に強い。そしてね、あとはね、今の環境ね、さっさとで倒さないとやられちゃうんで、火炎とか耐久とかね、そういうのに当たった時のために、結構火力を出せるイリニアとかメーデスとかそういうのもたくさん採用してます。で、こいつらを投げることによって、このね、50% のアラジンが、出しやすくなるとか、そういういろんな利点があるんですけど、もうこのデッキはでも完成されてます。いやね、ウィブサニアを使ってるとね、天結ね、ウィブテンウィブテンって言ってるとなんか天ぷらが食いたくなるんで、天ぷらは抹茶塩派ってことでね、俺はねほんと抹茶塩が大好きなんですけど、まあこんな話はねさておいてシーズンマッチやっていこうと思います。今日は結構ねガチめにシーズンマッチをやろうと思う。いくぜー。暗黒ね皆さん嫌だと思うんですけど、ウィブサニアはね暗黒に対しても強い。紹介しよう。このデッキが現環境最強と言っても過言ではないビブテンだ。ビブテンはねみんなが大嫌いな暗黒に対しても特殊でゴリゴリ削っていける。そしてね何がやばいってね、もうね全部やばいのこのデッキ。まず何がやばいっていうと、この金馬もやばいんですけど、この A 駒のフリンデル、これね A 級17パンなんですよ。1本くさびあればそんだけで。でビブテンはとりあえず成り打ち、まあ成り打ち分からん人もねとりあえず成り打ち打っちゃっていいと思う。なんか一番攻めやすいこの打ち方が多分すまんガバガバ解説で、なんかねこれが一番やりやすいと俺は思っている。それだけだ。もうほんとね暗黒に関してはとりあえずひったすらね、ただね特殊をポン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 投げとくだけで勝手に飛ぶんでね。でね、このフリンデルって駒がね、暗黒、そして混合、コンバートとかラニとかね、今ラニ混合がね、ラニっていうかフェリア混合か、結構強くなりましたね、いろんな駒追加されて。あとはね、神タン、みんな大嫌いな神タン、そんな奴らにぶっ刺さるのがこのフリンデル。なんならね、普通にマパとかに対してもね、アタック自体を下げてるんで、刺さってるね、刺さってるんですよ、普通に。なるほどね。これ、うんち取っといた方がいいんじゃね、寝て繋げるわ、さっき。でね、何が嫌って多分ね、暗黒嫌なのはこのね、ジリアンだと思うんだよな。ジリアン大嫌いだよな、みんな多分。で、相手 A2 かな？あ、いいんじゃなくて B3 かな？ B3 から入ってくるか、普通にメーティス取りで、メーティスのコンボ別に弱いからな。いや、でもやってくるのか。でもここで貫通来てくれるのはめちゃくちゃありがたい。で、この金魔門って駒がね、もうマジでね、ぶっ壊れてて、適当にね、こうやってポンって置くだけで、相手の捕食量を抑えれるというね、優れものですね、これ。はいはい、ドン。もうデバフとキンマモンのカットでね、もう相手は結構瀕死状態になってる。でこんな時にもうタケミでも引いたならもう一瞬でね、この暗黒というデッキの体力はもうゼロになるんですよ。このデッキね本当にやばいから、控えめに言ってもうマジで現環境最強だから、マジで。なるほどね。
だったらキーマモンが効いてるうちにさっさと投げましょう。これ投げちゃっていい。 OK。 これねほんとおかしいから、一枚返しだと多分キーマモンもあるし、あのフリンデルもあるんで絶対飛ばん。シェンメイでもで、ホイムントもねカットもあるせいで、まあそれも2000捕食するか、まあ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 全然いいでしょう。でここはねもうあのビナ投げちゃってもいいけど、アリスかな、まあ、攻めよう。どんどん圧力をかけていく相手に。これ本当にやばない、このデッキやばいって。本気でマジでやってるからね、このデッキは。あの金マモンとフリンデル揃ったらもう暗黒はねもうギブアップなんですよ完全に。これでこのカリスはね多分 A2 で取っちゃうと思う相手は。うん取っちゃう。で相手の体力がねもうねあとね4200しかないんですよ。ってことはタケミを引いたら勝ち。そうなんですよね。これでねタケミを引いちゃったんでもうね勝ちなんですよね。簡単に暗黒をねボコボコにできる。最高だぜ捕食。何それ美味しいの。はいマフィリー、マジでさマフィリー多いよな今の環境。サタン先輩が戻ってきたからな。あのね確かにこのデッキの天敵ってサタン先輩なんですよね。あいつ1枚でねめちゃくちゃ持ってかれる、このデッキに関しては。だからねサタン先輩だけは気をつけてプレイングしないとちょっと難しいんですよ。あのビブサニアの苦手な駒その1サタン先輩ね、あとは火炎駒全部。いやマジでねあの火炎はもう無理、ほぼほぼ無理だと言っていいよ。でマフェリーに関してはサタンとかあとサスター社ね、あの辺がマジでやばい。でこのコマもなんならやばい、結構やばいけど、まあこの辺はね全然まくれるんでいいんですけど、こうねあの普通に攻撃してで次のターンカリス投げてでカリスのコンボでまた増やしてみたいなね、そういうなんかあのくさびを活用していくムーブが強いんでねこのデッキは。いやマフェリー強えな、普通にマフェリー強いな。サタン1枚でね1万で8000ぐらい削れるんだ多分、マフェリーの毒も入れると。なんで結構危ういんですけど、まあ、ここは殴っとくか一発。はい強えくさびの数。いや強えんだけどな、ちょっと危ねえなこれ。 1,2,3,4,5,6,7,8 なるほど、だったらもうタケミ打っちゃうか。行きましょうタケミ打ちましょう。で相手にタケミ取らせるムーブをする。まだアラジンが控えてるんでね、でここで一回タケミを発動させた後にで火力でまた増えるんで OK 完璧で、タケミのコンボがまた発動するんで相手取るしかないと。取らないとマジで負けるからこれ相手。まさか取らないなんてムーブねえよな。はまさか取らない、これはねもう相手さすがに舐めてるとしか言いようがない。まさかのタケミを取らない、だったら俺は遠慮なくね。マイクロ社のコンボ怖いんで一応こうやってやりますけど、また相手の体力2000と。しかもまだタケミコンボ発動するし、これもう無理なんだよなビナールじゃ。危ねえ危ねえ危ねえ、そのレビアタン強えわ、怖っ。しかも発動しないっていうね、タケミが踏むから危ねえ、めちゃめちゃ危ねえ。危な、いや怖かったわレビアタン怖え、そんな出んのそれ。いや恐怖しましたわこのリベンジレビアタン。来ました元現環境最強と、元っておかしいな、元環境最強と言っても過言ではないアポロンさんですね。これ俺は現環境最強と言っても過言ではないウィーブ10を使うけど、お前は元環境最強と言っても過言ではないアポロンを使うんだよ。頂上を消すんだ。確かにね中身はすごい似てるウィーブ10とアポロン、まあ、似てるってほどでもない、これ神端だしな、全然違うか、嘘ついたわ、似てねえよ全然。あのただ S の構成はねビナとかキーマンモンとかね
その辺は一緒だ。ただね、俺には圧倒的な違いがある。そう、それはね、あの武見勝地、あいつは強すぎるマジで。はい、まあ、金馬も置くことでね、アポロンのねダメージをね全体的に抑えることができる。これだけでもうね、もうアドなんですよ。これだけで強いんですよ、この金馬もんって駒。4ターンね、あのこのね、とあのエミネムで送れって思うかもしれないですけど、4ターン、まず4ターンの強さ。あ、マジそんな入ってんの、これ珍しい駒入ってる。人類三本なんだったっけこいつ、ソルシアだ。この瞬間に決定する。どうしよっかね、まあ、ここはね一回でくさびを生成しましょう。これがねマジで強いんで、オッケーで、ね、くさびを生成しとけば相手に圧力がかかると、毎ターンのくさびのダメージがどんどん増えてくるんで。しかもねこれね、相手多分 X を置きたいんですけど、 X を置くとね、あのちょうどね、あの発動しないんですよ。オッケーで、俺はもう角から行こうか。雷神の喧嘩、はあ、いえなんかやっべ、声出た、はいえーとか言ったわ。はい、おかしいでね。次ね、武見配置できちゃうんですよこれ。相手多分ね1回でも E4 かな、普通だったら A3 は入らないと思う、先 E4 から入ると思うけど。この罠をね、金馬もね剥がせちゃうんですよ。だから俺はもう容赦なく武見を撃っちゃう。これ撃つ、さっさと撃つ。あれにやるか、だったら関係ねえわ。何このダメージ、何これこれ何、ほんと何これだよ、ほんとに。相手武見取らないと負けるんですよ、もう完全に。これ次また6000飛んでくるから。そうそうそう、これね1,2,3,4,5,6、 あなたを思う人がいるのです。これね、もうね、もう適当でいいよ。もう武見はね、もう使っちゃいましょう。適当でいい、はいはいはい。ほら武見強すぎ、これおかしいんだよな。もう環境はビブテン、環境はビブテン。はい、マフェリー、本当にマフェリーが多い。マフェリーっていうデッキが多すぎる。ただね、あのビブテンにはね心強い味方、マフェリーには絶対入らない駒があるんですよ、1枚。それがね、ビーナスビーナスがね、本当にねいい味出してくれてて、ビーナス1枚でね一旦防げると言っても過言ではない。もうね、防げると言っても過言ではないっていうか、もう防げるんですよ一旦。なんでね、この駒をね出すだけでね、もうね次のターン耐えれるってほとんどない。まあ罠とかあったら2500返ってきちゃうんで、そこはちょっとね、あのティターニアとかその辺とのね違いなんですけど、こいつは削りも備えたダメージカットってことは、そこはマジで優秀だな本当に。でここであの先に打っちゃう、罠が怖いんで。まあ次マフェリーなのは確定なんですけどね。で今のところまだ相手ダメージです、ちょっと負けてるんで、次で追い抜きます。追い抜こう一旦。でここ2枚返し、もう次で追い抜く。よいしょ、キマモ振りんでるね、振りんでるな、振りんでるな。打つか、全体ダメージを防げるけど、でもな弱いんだよな。でもなこいつ打っとかないと、ロックで最後らへんにフィンで出た時のね、マジで嫌なんだよなあれで。打っちゃいましょう、これで全体的なダメージを抑えられるって考えれば、総ダメージを。なあ、くさび消す作戦ね。だったら、いや俺はもうそのまま攻めるからいいわ。攻めましょう、一気に攻めよう。もうあのくさびに頼らない俺は、こっから頼らん。よいしょ、もうなくなるけど、この後決勝3枚返しで頼らない、もう俺は。レモンズね、いいよ。どうだろうな、頼らないってちょっと危ない部分かもしれない。ただ俺はキーマモを信じる、キーマモを信じる。はい、でこれ多分あいつ取りたくなるよこいつ。取るでしょバイス、攻めろ。あ、マジ、それならもう攻めるわ、どんどん攻めるわ。
メチさんは先にダメージを食らう。俺もで、さらにこの代償もやって、ほら意味不明なダメージ、意味不明なダメージ出す。だいたい2枚返しかな、これ。クイナで吸収しながら、めんどくせえそれ。やべえってマジで。次サタンで終わりか。タケミだったら終わるんだけどな。でキンバモンがもう一旦聞いてるんで、聞いてるうちにこれ無理だな、飛ばねえからここ行くしかねえわ。ここで相手のコンボ動線消す。しかも相手1枚2枚返しがあるのか、3枚返しか、やべえ、それは死ぬな。サタンだってか S 投げてるからな、それ。これだったらまあこれ耐えれば勝ちだけど、耐えても俺飛ばせんくね、これ。終わった。いや強いよロック。メーティスー、メーティスー、ありがとうメーティスー。勝った、マジで負けたかと思った。あー出たー、ミラーが一番嫌い。まあただね、今回ね先行取ったんでいいですね。先行はまだいい。後攻だと本当に渋いよな、なんかくさびの生成が。このミラー 対面の時マジで嫌。一方的に攻められて負けるイメージがある俺の中では。だからくさび同士、おらなんでさ、お前そんな上書きできんの、2箇所しかねえのに。なんでそんなピンポイントで上書きすんの、マジで。テレビ投げましょう、全部なくす。え、残るし、なにこれ。まあ残るか、そこは取れんのか。まあ普通か、なにこれってか、普通だな。うわダーリー、そのさ、くさびをさ上書き合戦嫌なんだってマジで。だから俺ミラー嫌いなんだよ。さあ行きましょう、フリンデル打ってる暇ない。もうフリンデルオーラだと思う。 OK。でこの上書きした後に相手また上書きしてくるんでしょう。もうめんどくせえな本当。あ、そっちから行く。もう嫌だな、マジで上書きやすい、嫌だ、マジで嫌だ、本当に嫌だ。上書きしろ、なんでだよ。もうほんとミランの時のこの上書きしなさな俺の。何これ、相手がそんなに上書きしてくるんで、どん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 さ、マジでおかしいくらい上書きするから、おかしいんだよな本当。何これ。いやでもここに打てる妥当な駒ってさ、メーティス来たー、あったけ、マジあったけ、これはあったけ、ここのメーティスクソあったけ。 OK、 つえー、まあ、先行の方がねこうやってね攻めていけるんでいいんですけど、だよな、そっちだよな。だるい、メルカバで絶望与えよう。くさび3本あるんだけど、かろうじてタキも打てちゃうよこれ。でもカリスは打てん。これもつなぐわ。で上書きしないんかい。まあでもほぼ瀕死でしょこれ。タケミ来たら飛ぶんじゃねこれ。ちょっと待って、でもタケミ相手マックス打てねえから、うん、マックスじゃねえ、大丈夫大丈夫、耐える、耐えるけど危ねえな。めちゃめちゃ危なかったぞこれ。メーティスのコンボでも耐えるからこっちの方がいいな。もうほんとこのハラメって駒が強すぎるわ、やべえ。タケミ発動すんだやべえ強すぎる。ミラーにも強い。もうほんとこのデッキ玄関業最強だわ。はい、てなわけでですね、
もうね、どのデッキでも対応できる火炎と上振れのなんかボコボコしてくるようなデッキには勝てないですけど、それ以外には大体ね5分以上で戦っていくことができるんで、やっぱりねこのウィブテンっていうデッキは現環境最強ではないんじゃないかな。最強ではないっておかしいわ。現環境最強と言っても過言ではないんじゃないかな最強ではないって言ったらなんか弱いみたいに思われちゃうんですけど、しかもねこれね結構ねこの英語マが融通が効くんだろ、いろんな方でね。例えばザフキエル入れるとかさ、いろんな型作れるんで、まあこのデッキはねもう無限の可能性秘めてる最強デッキだなと俺はしみじみと感じました。うん。てなわけで今月はね、まあ動画内では分かんないですけど、動画外はもうねビブ店でガツガツポイント上げていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあお前ら最後にチャンネル登録よろしく。じゃあな。